はい、皆さんこんにちは、岡チャンネルです。今日はトイックパート5の1日5問の第33弾です。ポイントの3つ目を変えました。3つ目に1単語でも複数の品詞があることに注意です。例えば、ブックだったら本以外にも名詞以外にも予約するって意味ですね。動詞もあると。こんなイメージで1つの単語でも複数の品詞があるということを覚えておいてください。それに注意しながらやってみてください。それでは111番映ってるものから30秒でいきましょう。どうぞ。それでは行きましょう。Pink new tools are なんとか well made that they are guaranteed to last for decades. この下線部は正直なくてもいけそうですね。Pink new tools are well made. よく作られてますよと。で、どのくらいよく作られてるかって言ったら they are guaranteed to last for decades. 何十年もその商品ね、が保証されてますよって言ってます。なので、副詞が入ります。何もなくていいときは副詞なんですけど、この中で副詞はそうだけです。でもこのそうっていうのは、形容詞もあったり、副詞もあったりするんで、ここがさっき言ったようにポイント3です。一つの単語でも複数の品詞があるということに注意してください。で、so that っていう構文もありますね、これ。so that。so なんとか that です。とてもよく作られているので、that 以下ですよってことですね。保証されてますよ。何十年も。ってことです。ちなみにラストっていうのは続くって意味です、これは。これも、ラストは形容詞で、the last train、終電とかね、ありますけど、この場合のラストっていうのは、to の後に来てるんで動詞です。いわゆる continue と一緒です。続くという意味です。まあ、長持ちするって意味ですね。で、あとは、悩むとしたら、such ですね。such で悩む人いると思うんですけど、such は、such の後に名詞です。なぜかというと、such って形容詞なんですね。形容詞の後は名詞。なんで、例えば、he has such a great, 何しましょうか ?talent, that, sb. こんな感じですね。彼は、すごい才能を持ってますよ。どんな才能なのかって言ったら、それはざっと以下に説明するということですね。こんな感じです。どうでしたか?なかなか最初から難しかったですね。ということで、この問題は、文法で解けますと。答えが A です。では、112番も30秒でいきましょう。どうぞ。では112番いきましょう。If you should decide to discontinue your mobile phone plan with PQ Wireless, please なんとか ask in writing. 最初にこの If you should っていうのは、これはもう決まり文句というか、If you should なんとかは、万一、もしくはひょっとしてってことね。万一なんとかする場合はって意味です。つまり、もし万一そのモバイルプラン、携帯のプランを解約。discontinue っていうのは、continue は続ける。this は、その否定なんで、続けない。つまり、解約する場合は、please, なんとか、us。もちろんこれ動詞書きます。ただ動詞入るんですけど、すべて動詞なんで、これは文脈でしか選べないってことですね。文脈。で、答えが B です。文脈です。please notify us in writing。書面にてお知らせくださいということです。この notify っていうのは、すぐに人が来て人に知らせるって意味です。だから我々に知らせてくださいねということでした。大丈夫ですか?で、他の単語見ていくと、declare は宣言する。qualify っていうのは資格を与えるって意味です。そして state っていうのは何かを述べるということです。state の後に直で述べるものが来ます。例えば、名前を言ってくださいっていう時に、please state your full name。full name 言ってくださいみたいな。こんな感じですね。で、もう一個ポイントがあります。この種類ですが、
万一って言いましたね。もしくはひょっとしてっていう意味ですね。シュルって。で、なぜかというと、もともと僕らが知ってるシュルっていうのはおそらくすべきですね。すべき。これを知ってるはずです。ただ、皆さん、シュルって何かの過去形って知ってましたか？シュル。これ実はシャル。シャルっていうのはすごく強い言い方です。もう 100% 以上こうするっていうようなイメージです。シャル。例えば、I will be back でもいいんですけど、戻りますよと。100% ね。will も強いんです。ただ、I shall だと、なんだろうな。もっと強い。もうなんか神様に導かれたように、運命的に戻りますよって意味です。I shall be back っていうのは。だからこの違いが結構あります。で、ただ、今さっき言ったように、この should っていうのは、shall の過去形なんです。仮定法で使われるんです。仮定法っていうのは、起こり得ないことを言うときに言いますね。あまり。可能性が低いときに言います。なので、このシャルの可能性がぐんと下がってしまうんですね。だから、ひょっとしてってなります。100% からガクンと下がって、ひょっとしてなんですね。だから、ここで、万一、ひょっとして、こうする場合は、につながってます。で、いろんな、こう、序列がありますが、ウィルとかシャルとか、いっぱいあるんですけど、一番最後に来るのが、このシュルです。最低限のところに来てるのはシュルなんですね。だから、最低限こうすべきですよって意味から、このすべきが生まれました。イメージ、つきますかね？大丈夫ですか？今日覚えとしての最低限、このシュルっていうのは、シャルの過去。過去だから、仮定法だから、若干確率が下がってしまう。そこから万一って意味です。覚えておいてください。それでは113番も30秒でいきましょう。どうぞ。では113番いきましょう。The survey shows that most customers find Landy Sweets packaging なんとかです。これは文法知識で解けます。この find の後に何か名詞が来て、まあ、O でいいでしょう。目的語が来てから形容詞です。これで O が形容詞だと分かった。簡単な例でいくと I found English easy こんな感じです。英語が簡単だと分かりました。なんで、そう考えると、形容詞を選びましょう。この中で形容詞は be, appealing です。だから文法知識で解けました。つまり、たくさんのお客さんが、そのランディースウィーツ、この会社の名前ですね。そこの包装紙、包装用紙が appealing、魅力的に感じましたということです。appealing で魅力的なっていう形容詞になります。だから答えが B でした。ちなみに appeal が動詞で魅了するって意味です。大丈夫ですか？それでは続いて110枚いきましょう。30秒でどうぞ。では110枚いきましょう。Today, Mr. Law verbally agreed to rent the property. カンマがあって、He will not sign the lease until next week. これ、下線の前後に SV があるんで、接続詞が入ります。だから文法で選べるんですね。ただ、見ると、接続詞これ、B も C も接続詞なんですね。ってことは、これ文法プラス文脈ですね。両方の知識が必要です。この時点でもう BC に絞ってください。そして、今日、ローさんは、verbally っていうのは、口頭でです。口で言いましたと。agree to rent a property。その物件を借りることを、まあ、宣言しましたと。賛成しましたってことですね。で、その後何か入って、he will not sign the lease。the lease っていうのは、賃貸契約書ですね。賃貸借契約書みたいな。それに、サインはしません。来週まで。つまり、前と後ろの文章が真逆になってますね。借りるって言ったけど、まだしてませんよ。けどだから答えが but です。答えが C ということになりました。大丈夫ですか？ちなみにさっき言ったように、the lease っていうのは賃貸借
まあ、契約書という感じでした。あとは verbally っていうのは口頭で、口でってことですね。verb っていうのはもともとは動詞ですね。書いておきましょう。verb は動詞です。そこから来てます。口で言いました。ということでした。では、ラスト115番いきましょう。30秒でどうぞ。では115番いきましょう。The new bus line is scheduled to travel Nantuka to the coast, bypassing several villages along its route. これ河川がなくても行けますね。Scheduled to travel to the coast. 海岸沿いまで行きますよってことですね、これね。そのバスは。なので、特にいらないんで、見た瞬間に副詞でしょう。答えが副詞どこですか？で、で文法です。直でそのバスは海岸沿いまで行きますよってことです。でちなみに、カンマの後のバイパッシングっていうのは、なんとかを通り越してって意味です。バイパスっていうのはね、日本語でもありますね、バイパスって。パッと通り越しちゃうってことですね。そのルートにあるいくつかの村を通り越して、直で海岸まで行きますよということでした。だから答えが directly でいいでしょう。答えが文法で、直でって意味ですね。B なんで副詞ですね、もちろんね。こんな感じでした。ちなみにこのバイパッシングっていうのは、分子構文っていうやつです。文章終わった後に、なんとなくおまけでついてる。additional information って言って、補足的についてくる文章です。それを分子構文って言います。ぜひこれはちょっと調べてみてください。分子構文。僕は結構適当構文って言ってます。何気に、この前の文章に合わせて適当に訳すんですね。そしてとか、しながらとか。例えば時とか条件とか情報とかいっぱいあるんです。でもね、そんなのいちいちネイティブの人は、これ時だからどうのこうのってやってないんですよね。適当にやってるんですね。なんで分子構文イコール僕は適当構文って呼んじゃってます。それでは振り返りましょう。115番が今言ったように文法でした。114番が文法プラス文脈。113番が文法。112番が文脈でした。ぜひこの should の用法を覚えておいてください。そして111番が文法です。so that でした。大丈夫ですか？今日はちょっと難しかったかもしれません。まあ、中盤に差し掛かってきて、少し難しい品詞、そして単語がありました。ちょっと復習してみてください。それではまた次回お会いしましょう。オガチャンネルでした。失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。英語学習や留学のカウンセリング、英作文添削も行っています。ぜひホームページをご覧ください。